おはようございます。大家早上好。今天是9月30号，星期四。今日は9月30日、木曜日です。外は寒いんじゃないかなと思って重ね着で出てきたんですけど、それほど寒くないですね。觉得今天应该很冷的，所以穿了两件衣服出来，结果外边不是很冷。また台風が来るんですってね。明日雨ですかね。明日八王子なんですよね、朝から。どうしようか。ね、听说要来台风了。明天要下雨。明天是去八王子的日子，如何是好？昨日まで、新疆の民謡を何曲か演奏しました。いずれも短いものだったんですよね。今日はちょっと、それらの民謡をメドレーで一回通します。おはようございます。到昨天为止呢，为大家演奏的是新疆的民谣，都是比较短的歌。今天呢，把这些歌呢连起来，来一个连唱。まず最初は、ペールを上げて、このね、お嫁さんがかぶっているペールを上げて、それから、花よ、なぜこんなに赤い？それから、バラの花をください。それから天山の春で、もう一度バラの花をください。最後にもう一度ペールをあげよっていう、の演奏という順番で演奏していきます。第一首歌呢是掀起你的盖头。第二首歌呢是花儿为什么这样红？第三首歌呢，是给我一枝玫瑰花。第四首歌呢，是天山之春。完了，后面再演奏一下，给我一枝玫瑰花。完了，最后以掀起你的盖头，做结尾。Thank you.
ありがとうございます。谢谢大家。それでは今日はここまでにします。11月の、23、27、28の3日間、成田山の新勝寺でもみじ祭りが行われます。そこで、私が出演します。午前10時半からと午後1時半から各1回ずつ演奏します。興味あってお時間があったらお越しください。11月の23日、27日、28日の3日間です。よろしくお願いします。那么今天就到这儿了，谢谢大家。11月份的23号、27号、28号三天，我在成田山，清胜寺公园枫叶节演出。上午10点半开始一场，下午1点半开始一场。如果有时间感兴趣的话，欢迎来玩。それでは、ごきげんよう。さようなら。再见。もういいよ。もういいの？もうちょっとやってよ。ちょっと、怖い。怖い？なんかやだ。